主治医からは発達障害と言われましたが受け止められません。どうしたらいいでしょうかということですね。だから自分の障害を受け止め、どうやったら受け止められるかということですよね。うん。まあ、なるほどね。 どうしたら自分の障害を受け入れられるかっていうことですけど、結局その病名だけじゃないんで人間っていうのは、だから自分はどういう人間なのかとかを、まあ一個一個知っていくってことですよね。まあ自分はこういうとこあるなとか、こういうとこは悪いなとか、こういうとこはいいなとか、まあいろんなことを知っていけば、まあ受け入れられる日が来るかもしれないですね。うん、そうだね。難しいですね。<laughs> はい。<laughs> すいません。なんかうまく言えないですけど。うん。でもなんか思うけどね。結局僕は1日8時間、9時間、10時間働いてるじゃないですか。それは自分で好きにやで働いてると言えばそうかもしれないけど、1日10時間を集合で働いて、それ以上またね、 他の日も働いたりしてるんですけど、YouTube とかもあるから、そういう自分っていうのは不幸かっていうと別に不幸と思ったことはないですよね。まあ好きでやってるからそうだろうと言われたらそうかもしれないけれど。だから一周回ってそう思うようになってきたんですけど、自分のこういう能力が低いからとか、こうだから自分は幸福なんだとか、不幸なんだっていうことではないん。 だろうなと思いますね主観的にこう自分が幸福を感じているのかとか自分のことをいい人間とか価値があるって思えるかどうかっていうのはそういう客観的なものとはまた別のところにあるんだろうなっていうのは最近すごく感じるというか考えることが増えましたねだから理屈ではなくてなんかこう心で考えるっていうのはこういうことなのかなっていうことは最近考えること増えましたけれどでもまあこれをちょっとどういうふうに伝えたらいいかわかんないですねでも別にすでにねアもさんは いろんんな人に受け止められてるる部分もあると思うんですね。認めてもらってる愛されてるっていうところもあると思うのでまあそういう部分をですね他人はどうして自分のことを愛してくれてるのかなってことを、まあ、知ることが重要なのかなっていうことだかなと思いますけどねはい。